レビ<ズ>経団連が来年1月に発表する経営側の春闘方針、敬老医報告で女性活躍を推進するため男女ともに仕事と育児・介護の両立を継続的に支援することを会員企業に呼びかけることが分かりました。経老医報告の草案では 育児期の女性が育児と介護の両方を担ういわゆるダブルケアへの対応が不可欠だとした上でまずは経営トップが仕事と育児・介護との両立支援に関する自社の方針を積極的に発信し制約を抱えている社員が休業を取得しやすくまた復職しやすい社内風土・職場環境を醸成することが重要だとしています。 その上で、復職支援プログラムの導入や、キャリア相談窓口の設置などを検討課題として挙げていますあの男性の家庭尖閣を後押しするのは当然であ,りあると思ってます、面白いデータがあって、えー、そんな古いデータじゃないと思いますが、日本人の男性が、えー、育児に咲く時間は1時間台だそうです。 で欧米は2時間台と、でその削く時間と女性の社会進出、職場復帰も含めてやると完全に性の相関があると、本当のイコールパートナーになると思えば、やっぱそ,あのそういうことはきちっとやっていく必要があるかと思います、で経団連でもそういうことを積極的に進めたいとこう思います。